レベル1、タップして一歩進む。ゴールまで歩くゲームです。シンプルの極みじゃねえか。レベル2、長押しして大きな歩幅で進む。体のどっかがゴール越えればクリア。立ってなくてもいいんだな。レベル5、木の上を歩こう。歩くのが、難しいんですよ。めっちゃつまずいてんじゃねえか。この警察のおじさん、バランス感覚が極めて悪いので、ちゃんと、足場を整えてあげないと歩けません。だから何度も足踏みしてんのか。軸足はしっかり地面を踏み込んだ状態で、ゴールは倒れ込むように。クリア。暴動のしくじりランナー。消防士をゲットしました。レベル6、公園から出よう。公園しょぼすぎだろ。さて、消防士のバランス感覚は、最悪じゃねえか。こんな消防士嫌だぜ。見た目若いだろ。もっと頑張れよ。見限りすぎて歩幅小さすぎるだろ。このテレビ、超えていかないと。乗っかれてないぜ。やばいこける。あれ、平気。クリア。レベル8、トイレから出よう。どういう状況だよ。便器がたくさん並んでいます。踏み外しそうなとこたくさんあるぜ。左足が滑りますね。おっと危ない。なんとか持ちこたえたぜ。慎重に右足を踏み出し。てか3つ目の便器便座なくない？確かにここだけ便座ないな。左足の足場、どうしよう。明らかに滑る上の部分踏むなよ。いやだって、ここしか踏めないようですよ。なのですぐ次の右足を便器に着地させる。ゴールまであとちょっと。倒れ込みながら行けレベル10、駐車場から出よう。車1台あるだけで駐車場になるのか。車の上は安定してるので、歩きやすい。これは簡単にゴールできますよ。歩数多くても平らなら難しくないな。クリア。新しいフィールドが解放されました。次はビーチだぜ。レベル11、バケツをまたごう。このバケツまあまあ高さあるぜ。またげるのか？大股で一歩。落ちだけだろ。転がっちゃいました。また近づいて、おっと、体勢を直し、バケツをまたぎたい。バケツまたがないでクリアできんのかよ。レベル14、ブロックの上を歩く。これ、難易度高めですね。まず1個目のブロックすら届いてないぜ。基本的に前傾姿勢になりすぎて倒れてしまうので、バランスをしっかりとっていきます。また頭から落ちたぜ。もっと歩幅を小さくいきますか。ブロックの隙間に足を滑らすとすぐ落ちるぜ。歩幅小さめで、しかし落ちないぐらいの広さで、ずっと前後にゆらゆらしてるぜ。こいつインナーマッスルもぎ取られてますから、歩くときは、絶対後ろの足からスタート。じゃないと足開きすぎて倒れるぜ。さて、あと半分、この辺りが一番難しい。おいおいそれ前足だろ。今の、悲鳴？どっから声出たんだよ。ブロック3つまで行ったので悔しさが滲み出てきちゃいましたか。でも、今度こそ当たり切りますよ。最後は倒れ込むだけだから、もう2つだぜ。やばい落ちる。なんとか立て直した。よし、これでゴールまで届く。倒れるだけだレベル24、丘を降りる。なんだよこの木のボールの枠。丘を降りるってことは、もしかして転がるの？灰色のとこ下り坂になってるぜ。めちゃくちゃ転がりそう。あれ？この木の枠なんなんだよ。